止まって止まって少しはできないかも。一番このホールが一番距離短いパー5なんで、チャンス、チャンスですね。彼女のティーショットだから相当チャンスですね。よいしょ、本当前なティーショット完璧。使えてない。次は、またバッカーに走ってるとなんかそういう状況判断がおかしくなってきますよね。
中の旗とさ、間違えて打っちゃったんだよね。待って、もう何だったか分かんない。1、2、3、4、5、6、7、8、9。抱えて持ってるじゃないですか。多分女性はやっぱ腕力あんまないんで、後半疲れてくると腕が持ち方が変わってくる。そこもちょっと、まあ、この競技のちょっと大変なところですね。やば、危ない。あー結構走ったなあ。れがあったんだ、さっきのアホみたいなやつやっちゃったから、ちょっとなんか初心者みたいなやつ。走ってるとですね、はいろいろ視野が狭くなるんで。なりますね。結構コースアウトしたりとか、うん、ああいうね、はい、フラッグをピンだと思ってとかね。結構それは皆さん あるんですか。あります、あります。いやびっくり、自分でも。最後ちょっと腕で抱えてるように持ってましたけど、そう、こうやって持ってたんですけど、それやっぱ疲れて、そう、もうこうやって持ってるのが痛くて、スタントじゃなくてもいいかも。最後バーンってパッの方が
私は楽だったなっていう感じですね。あ、ちょっと重たかったですね。もっと軽いやつとかあるんですかね、これがついてなくて。あとやっぱ女性はショルダーがある方が、あ、やっぱずっと持ち続けるって厳しいよね。そうですね、なんか作戦が必要ですね次回は。あ、そうこうしてるうちに後ろから走ってるけど、どうなんだろう。両手にバランスよくこうクラブ持つのがポイントです、多分。どうですか。まあ、頭もねカメラがついて重いカメラが結構きつそうですね。お、頑張れ。お疲れ様でした。お疲れ様です。やばい、ロストしまくった。ボールが見つからないっす。どうでした。走れなかった。最初追いついて、うん、早かった、行けるかもって言ったら、うんうんうん、もうロストロストロスト、あ、シャンクシャンクシャンク、結構カン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 言ってましたね。カンカンカン言ってボールなくなるし。で、スコアどうだった。いきますか。僕のスコアは110。結構叩いたんです。やばいっすよ、やばいっすよ。疲れるそれは。111だ、111。タイムは82分32秒多いじゃないですか。なんで合計が 193.32。 イエイです。どうなんですか、どうなんですか。普通ちょっと遅い。結構タイムは遅い、ちょっと遅いめ。タイムは参加してる人から考えるとちょっと遅いぐらいかもしれないですね。ちょっと60分から70分の間ぐらいで来るんですか、男性で。え、私はスコアが96で、まあまあ叩きましょう。タイムは77分30秒。お、10分も早い。かっこいい。え、どうなんですか自分的には。いや、もうちょっといけそう。10分ぐらい縮めたいですね。スコア、スコアももう10打ぐらい縮めたいですね。でもなんか攻略法はありますよね。見えましたよね。やっぱやってみて分かること。どうでした、あの4本でよかった。あ、結果、うん、あの52度が普通 100ヤード打てるんですけど、打てなくなってきて7番でいいやつ、7番にしたら打てるようになって、うん、全部7番でいいって。グリーン周り以外は、うん、手で持ってるのは、はい、全然ちょっとずっとこうやってるし、こうやってるし、あ、なんかそっちの方がいいかも。いや、これ本当重くて途中こうやって走ってましたから、ね、そう。ただ拾う時にやっぱチャランチャランチャランってなったりとか、ちょっとそこは気になったくらいかな。悔しい。でもなんかもう一回やろう、うん。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。スピードゴルフいかがだったでしょうか。こんな競技は今までなかったと思いますけれども、はい、まあ、新しいゴルフということでおおらかな目で楽しんでいただければと思います。感想などなどやってみたいという方は高評価、コメント欄、コメント、優しいコメント、こんな競技もうすぐなっている人は。次の動画はこの辺にあります。チャンネル登録を、ここにあります、ここにあります、ここです。押してください。無料です。無料じゃないです、無料です、無料です、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。